ユスフ・ヌルキッチは、ボスニア・ヘルツェゴビナ、トゥズラ県トゥズラ出身のプロバスケットボール選手。NBA のポートランドトレイルブレイザーズに所属している。ポジションはセンター。18歳で隣国のクロアチアに渡り、KK チェデビタ・ザクレブでプロデビュー。ユーロリーグにも出場するなど主力として活躍し、2013から14シーズンはクロアチアリーグで優勝。 さらにファイナル MVP を獲得した。2014年の NBA ドラフトにエントリーした。ドラフトでは、シカゴブルズに6位で指名された後、交渉権が、デンバーナゲッツに移動した。NBA で1年目の2014から15シーズン、当初はあまり出場機会がなかったが、2015年1月に、ティモフェイ・モズコフが、クリーブランド・キャバリアーズに移籍した頃から、出場機会を与えられ、 先発に定着。2月の NBA オールスターゲームのライジングスターズチャレンジにスティーブン・アダムズの代役として世界選抜チームの一員として出場した。このシーズンは62試合に平均17.8分の出場で6.9得点6.2リバウンド0.8アシスト0.8スティール1.1ブロックなどを記録し NBA オールルーキーチームのセカンドチームに 選出された。2015から16シーズン、負傷に苦しんだ上に、ニコラ・ヨキッチの対等もあり、出場機会が減少した。このシーズンは32試合に、平均17.1分の出場で、8.2得点5.5リバウンド1.3アシスト0.8スティール1.4ブロックなどを記録した。2016から17シーズン、2017年2月12日に、 ポートランドトレイルブレイザーズに移籍した。移籍後は、先発に定着した。3月9日のフィラデルフィアセブンティーシクサーズ戦では、自己最高の28得点20リバウンドを記録し、NBA イリアト発の20から20を達成した。3月28日のフルスナゲッツ戦で自身初の30得点以上となる33得点を記録した。 このシーズンは2球団合計で65試合に平均21.4分の出場で10点得点7.2リバウンド1.9アシスト0.8スティール1.1ブロックなどを記録した。2017から18シーズン、このシーズンは79試合に平均26.4分の出場で 14.3得点9.0リバウンド1.8アシスト0.8スティール1.4ブロックなどを記録した。プレーオフ1回戦では、カンファレンス6位のニューオーリンズペリカンズに対して4試合で、平均23.5分に出場し、11.8得点8.0リバウンド1.0アシスト1.5スティール1.3ブロックなどを記録したがスウィープで敗退した。オフに制限付き FA となった。 2018から19シーズン開幕前の2018年7月に、ブレイザーズと4年4800万ドルで契約延長。2019年1月1日のサクラメントキングス戦で24得点23、リバウンド7アシストモスティール5ブロックの大活躍で、史上11人目となる5-5ズを達成した。1月15日のクリーブランドキャバリアーズ戦で10得点。 10リバウンド10アシストを記録し、自身初のトリプルダブルを達成した。3月25日のブルックリンネッツ戦で、左足の頸骨と皮骨を骨折して、負傷退場し、シーズン終了となった。このシーズンは72試合に、平均27.4分の出場で、15.6得点10.4リバウンド3.2アシスト1.0スティール1.4ブロックなどを記録した。 2019から20シーズン、毎シーズンの左足骨折から11ヶ月ぶりとなる3月15日に復帰予定であったが、シーズン中断により復帰は先送りとなった。7月末からのシーリングゲームでは万全の状態で1年4ヶ月ぶりに復帰し、8試合に出場した。8月15日のメンフィスグリズリーズとの プレインゲームでは40分の出場で22得点21リバウンド6アシストにスティール2ブロックと活躍し、プレイオフ進出に貢献した。プレイオフ1回戦では、カンファレンス1位のロサンゼルスレイカーズに対して5試合で、平均32.2分に出場し、14.2得点10.4リバウンド3.6アシスト1.4スティールなどを記録した。 第一戦に分かってたが、その後エースのデミアン・リラードの負傷もあって敗退した。ありがとうございます。